藤井聡太竜王19が渡辺明王将37を4連勝で破り王将のタイトルを初めて獲得したその結果19歳6ヶ月の最年少記録で5冠を取得した終局後の記者会見ではその立場に見合った実力がまだ足りないと思うので実力をつける必要があると語り 相変わらず謙虚だ。藤井聡太が渡辺に4連勝した結果を、田まる登る球団に、騎士の視点から、将棋の激動の歴史を踏まえて解説してもらった。騎士の肩書きは、当時、第71期オルソークバイ王将戦7番勝負は、渡辺王将、名人、棋王を合わせて3巻に、藤井聡太竜王、王位、 アキラ王、規制を,を合わせて四冠が挑戦した。三冠と四冠の対決は、まさに機械の頂上決戦だった。渡辺は、規制戦五番勝負、1日制、持ち時間は、各四時間で、藤井聡太に二年連続で敗退したが、王将戦、二日制、持ち時間は、各八時間は戦い慣れている舞台だ。 王将戦で三連覇、通算後期している実力を発揮するものと予想された。しかし、渡辺は激闘が繰り広げられた第一局、第三局の終盤の局面で、やっと得た勝機を逃して敗れたのが響いた。第四局も懸命に頑張ったが、中盤の勝負所の局面で疑問詞を指し、 勝負の悪い流れを食い止められなかった。藤井聡太竜王は渡辺王将に4連勝し、王将のタイトルを初めて獲得した。19歳6ヶ月での五冠取得は、羽生善治九段が1993年に打ち立てた22歳10ヶ月の最年少記録を、3年以上も更新した。渡辺名人、 もうちょっと何とかしたかったんですけど、渡辺は終局後、残念というのもちょっと違うし、もうちょっと何とかしたかったんですけど、と語った。最善を尽くして指しているのに、藤井聡太にどうしても勝てない無念さが現れている。せめて一生して、恒例の勝利者コスプレをしたかった。という次元の話ではない。 それにしても、現役最強で、冬のタイトル戦に強いという意味から、魔王や冬将軍の異名がある渡辺に対して、藤井聡太がタイトルを初めて獲得した2020年の棋聖戦、第4局に続き、2021年の初防衛戦の棋聖戦、今年の王将戦と、タイトル戦の対局で、 渡辺に8連勝したことに驚くばかりだ。対戦成績は藤井聡太の12勝2敗となった。過去の例では、1950年代に大山康春、15世名人が、増田幸三、実力性第4代名人にタイトル戦で何回も敗退を重ね、1970年代に加藤一二三、段が中原誠、 16世名人に1勝20敗と大きく負け越した。昨年6月時点では、藤井聡太が豊島正幸九段に1勝7敗と負け越していた。しかしその後、大戦、加藤、藤井聡太は苦手を克服して V 字回復を果たした。渡辺にもそれを期待したい。 体幹の強さを感じる終盤力と攻防のバランス藤井聡太の将棋は、詰将棋の驚異的な解読力による終盤の強さが武器である。スポーツ選手に例えると体幹の強さだ。さらに、タイトル戦の対局で得,得した正確な判断力。どんな難局でも崩れないたくましい精神力。 AI 人工知能を研究に裏打ちされた斬新な構想力などが加わり、将棋の内容が一層充実している。筆者は、攻防のバランスの良さにいつも注目している。また、いろいろな攻め手がある局面で、自陣を受けて相手に手を渡すことがある。それは、歴代の大騎士に見られる。 王道の差し方だ。王将戦第4局は東京・立川市のホテルで行われた対局場からは富士山が見えたという対局翌日の記者会見ではそれに関連したのか富士山の山登りでいうとどの辺りにいると思いますかという質問があった藤井聡太は事前通告がなかったのに 次のように遠い側面に答えた将棋は奥がとても深いのでどこが頂上なのか全く見えません森林限界の手前ぐらいで上の方には行けていません5合目あたりと答えずに森林限界という専門用語を使ったところに藤井聡太の合意力の豊かさがある森林限界とは 高木が森林状態が生育しうる限界線で、本州の高山だと約2500メートルの標高だという。富士山の一般的な登山口である吉田ルートの5合目は約2300メートル。その地点は樹木が生い茂り、頂上は見えない。藤井聡太の富士山での立ち位置は、5合目の少し上と、 思われる。いずれにしても、本格的な登場はこれからと言える。王将戦の対局規定に存在する差し込み4番手直り実は、王将戦の対局規定には差し込み4番手直りという文言がある。戦前の段位主体の制度では、段位差による駒落ち対局が行われていた。一例を示すと、 八段が七段と対戦する一段差は、上手が、こう落ち。五段と対戦する三段差は、角落ちなど。差し込みとは、勝敗によって、手合いが変わること。一番手直りで A と B が、平手、ハンディなしで指した場合、A が勝つと次に、B に対して、高落ちで指すことになる。戦後間もない1946年、 昭和21年に順位戦制度が創設された。騎士の実力を評価する基準は ABC のクラスとなり、駒落ち対局は廃止された。しかし、1950年に創設された王将戦七番勝負に差し込み3番手直りという規定が設けられた。一方が3連勝、または4勝1敗で3番の勝ち越しになると、 王将を獲得するとともに、勝者が次の対局で敗者に高知で刺すことである。騎士にとって、平手オンリーの時代に極めて辛いことだった。それには、次のような事情があった。戦前の1935年に創設された名人戦は、毎日新聞社が主催していた。しかし、 1949年に日本将棋連盟と毎日との契約金交渉が行き詰まった。連盟は騎士の生活改善のために3倍の契約金を要求したが、毎日の回答額はそれに満たなかった。新聞社も経営が苦しい時代だった。結局、交渉は折り合わず、契約は不成立となった。 その後、名人戦の主催者は朝日新聞社に移った。連盟と毎日の関係は悪化し、毎日の将棋欄は一年ほど空白となった。しかし、毎日は読者の強い希望を受け、プロ棋戦の復活を図ることにした。その条件として、前日の差し込み三番手直りという、 厳しい規定を要望した。延命元会長の木村義夫名人は、毎日との関係を修復するために推進役を務めた。差し込みの器具については、第一人者の自負で考えもしなかったという、木村増田の第一級を挑戦で起きた陣屋事件とはしかし、木村名人に、 マスダ八段が挑戦した1952年の第一期王将戦で、早くも現実のことになった。マスダは木村を4勝1敗で破り、神奈川県秦野市の旅館、陣屋で行われる第6局で、木村に対して高打ちで指すことになったのだ。前代未聞の事態だった。そのマスダは、 第六局の前日に対局場に来たが、陣屋旅館の比例を理由に近くの旅館に立てこもり、木村との対局を拒否したのだ。関係者が懸命に説得したが、増田の態度は変わらず、ついに不先輩となった。これが将棋士に残る陣屋事件のあらましである。増田は以前から、 朝日の食卓という立場だった。朝日が主催した名人戦の価値が落ちることを懸念し、王将戦の差し込み制度には反対していた。対局拒否の背景には、そうした事情があったようだ。なお、陣屋事件は、局節を経て、オンビ決着した。その後、マスダは、 神旅館を訪れて、わだかまりを解いた。その時に記号した色紙の文言は、強がりが雪に転んで回り見る。過去の王将戦七番勝負では、高知の対局が何局かあった。現在は、差し込み四番手直りという規定に変わっているが、一方が四連勝しても、当面は高知戦を対局しないで終了することになっている。 今期の王将戦の結果によって、両対局者にその意識はないだろうが、藤井聡太が渡辺に対して、高打ちに差し込んだことは、制度上で残っている。